皆さん、こんにちは。今日は吹田総合車両所、京都支所を見るために、向こう町駅に来ています。京都支所を見ながら、隣の長岡京駅まで行ってみようと思います。それでは、行ってみましょう。113系の快速、225系の新快速です。117系がいますね。ここには線路関係のものがたくさん置いてありますね。221系がいます。あれはロングレール輸送専用貨車チップ5500型です。鉄道ファンにはロンチップと呼ばれてます。鉄時代に作られた古い貨車です。キア141がいます。愛称はドクターウエストです。 D10 も置いてあります。ここが正門、結構駅から離れてます。これは雲屋145系、配給列車の先頭によく立ちますね。キハ189系、特急はマカデなどで使われます。トップナンバーです。113系。お、森の京都 QR トレインがいますね。そういえば、彼のお家はここでしたね。ここが、一番車両が見れる場所ですね。疎開してきてる201系。そして、今後の動向が注目されてる223系2500番台です。いかがでしたか？たくさんの車両が見れてとても楽しかったです。ゆっくり見て回ったのですが、だいたい1時間ぐらいで着きました。こちらの2500番台、非常に注目ですね。ご視聴ありがとうございました。